島根半島の地形図島根半島は、島根県の北東に位置し、北側を、日本海、東側を、美保湾、南側を、中海、新宿湖に囲まれた半島である。出雲市大社の日尾岬から、松江市美保の関の地蔵先に至る、東西 65km、南北15から 20km の半島で、一帯は200から 500m の丘陵地となっている。境水道、 大橋川に加え、新寺湖と日本海を直接結ぶ人工運河の佐田川が天明時代に掘削されたので、半島東部は本土と切り離されている。北岸は日本海の荒波によって侵食された海食崖や沈水海岸が連続し、その中に小湾が続き、江戸もや七類、片江、水戸、十六島などの漁港がある。 島根半島北岸半島東部の地蔵先から、加賀の国戸に至る海岸線一帯と、半島西部の日尾岬付近は、大仙沖国立公園に指定されている。それを補うように、中間地帯は、新宿北山県立自然公園の指定地となっている。日本アシカなど、多数の生物が生息していた。一帯は、出雲信仰と相まって、 古くから信仰の地としても著名である。特に、美保神社、出雲大社をはじめ、日の三神社、スケブト神社など、出雲信仰にまつわる古社が多い。さらに、島根半島自体も、その成り立ちが国引き神話として語られている。他には、山陰有数の名刹である、学園寺、家蔵寺、目にご利益があるという市畑薬師などがある。 シマネレッドデータブック https w w w p r e f シマネ、l g j p アンフラネイチャー自然野生レッドデータ kt シマナードブ2014アニマルデータ hx pdf サイトイコール sp ありがとうございます